はい、ごきげんよう。1年生英語でしたね。認証代名詞の格変化というところで、やはり以前やったところではありますが、期末テスト対策ということでね、もう一度は確認してみましょうというところではございました。プログラムの2のあたりでね、目的格が出てくるんですが、その他のものに関しましてもですね、一応見ておこうということでございました。はい、そこでご存知、認証代名詞の格変化表で、とにかく毎回毎回書いてもらってまして、しっかり書けるようにはなってきたものの、と言っていいのかな、やはりこのね、最後の複数あたりになってきますと、ちょっとこの、they, there, them, theirs ですよね。結構ね、ミスが、スペルのミスですね、出てくるところは多かったようです。はい、そして、一応ね、もう一回確認しておきましょう、最初からね。1人称、2人称、3人称ということで、認証というものが主語にはあったわけですね。で、それが単数とまた複数とあったということでした。で、核というものが変化するね、核変化ね。例えば、主核とか所有核とか目的核とかっていうことですね。で、こいつは所有代名詞ってことでね、核っていう名前はついてないんですが、一応核変化ということで、一続きで覚えちゃったりするわけでね、仲間がね、に入れてあげてるということではあります。はい、そこで、じゃあ、主核って何なんだろう、どんな時の形なんだろうっていうと、これはもう主語として使う時の形ですよね。英語っていうのは文の最初、一番最初に主語、ね、私はとかあなたはとかっていうのを置いていきますね。はい、その主語として使う時の形がこの主格なんですよね。ですから今まで例えば I am だの You are だのね、であとは例えば He is, she is, he is ですね。 B 動詞が来る場合もあれば、例えば I play tennis とかね、 You study English とかね、そんなようなことで、一般動詞が続くこともあるけれど、とにかく主語として使われる時の形がこの主格というところの形なんですね。で、所有格っていうのは何かっていうと、所有してるんですよ。所有してるんですね。はい、何々のという意味で、何々のというは、だからじゃあ主格も確認しよう。主格はだから何々がとか何々はという意味なんで、私は、私が、ね、主語として使う。対して、所有格というのは何々の。はい、ですから、私のとか、あなたのとかね、私のペン、あなたの本とか言ったりするときの形がこの所有格。で、マイとかユアっていうのはあまりそういったことを気にしないで今までね、出てきてたところではあるんだけど、やはりこのヒのところ、シのところということでね、この形を覚えていってほしい。ね。はい、ですから、ね、主語として来るときにこのマイとかユアとかは出てこなかった。ね、所有格何々のという意味になって、必ず後に名詞が続きます。ものの名前が続きます。My pen とか Your book とかね、いうことで、後に名詞が続くのが所有格という形。目的格っていうのは、何々をとか何々にに当たる言葉なので、何々をとか何々にに当たる言葉。ですので、よくですね、動詞の後でね、何々を何々にに当たるということで使われてきたりする。ね。ですから、一般の詞全然関係ないね、全然関係なくもないんだけど、ね、例えば、I study English ね、なんていう言葉があったとしましょうね、文章があったとしましょう。で、I が主語なわけですよね、主語。ね、そして主語の後に動詞がやってくる。そして、何々をとか何々にに当たる言葉。これをね、目的語というんだね。目的語と言います。ここの部分に、もしこの認証代名詞を持っていきたいということであれば、この目的格を使っていくということが、まず一つと、あとは、前置詞という品詞の、ね、言葉。前置詞という言葉の後は、必ずやはりもし認証代名詞持っていきたいときは、目的格を使うんだよという決まりがあった。そして、もう一丁、所有代名詞っていうのは、所有格と似てるんですよ。で、何々のものなんていうかね、のもの。
まあ、ただね、何々のって言っちゃう場合もあるんだわな。はい、ですから、所有格とね、所有代名詞、どちらも何々のかいっていうことになるかもしれないんだけど、はい、もう、絶対的だというかね、もう確実のに違いがあるのは、かの後に名詞が伴わないということなんだね。はい、ですから、所有格の場合は、my pen とか、ね、your book とかってね、後に名詞を伴うんだけれども、my pen とか、Your book とかっていうふうには言っていかないのということでね、もう単独でというかな、使っていくのがこの所有代名詞というものであったということでした。さて、じゃあそこでですね、まあ、今回やはりちょっと日本語はこちらから紹介しますが、その格変化、ね、どんな言葉、どんな形で、何格で入れたらいいのかなっていうようなところでね、なかなか難しいところではありますが、見ていってみましょうよ。はい、そうする程度ですね。はい、まず最初、私は、はい、私は、彼と彼のお兄さんを知っています。はい、私は彼と彼のお兄さんを知っています。さあ、どうしようね。私は知ってるんです。はい、ですから私は主語、動詞。はい、何を知ってる？はい、つまり彼を知ってるんだよね。そして彼のお兄さんも知ってるんだね。お兄さんを知ってるんだね。はい、ですから、はい、動詞の後の目的語、何々を何々にとして入ってくる認証代名詞としては、はい、目的格を使う。はい、彼。ね、he のところでの、はい、目的格。はい、him ですよね。はい、ですので、I know him とまず使った。はい、そして、今度は彼のお兄さん。ね。はい、ということで、何々のとなるのが所有格だ。はい、後に brother なんていう名詞が続いてます。はい、ということで、はい、he のところの所有格ですので、はい、his が入ってくるね、ということだったんだね。はい、I know him and his brother ね、ということでした。続きます。はい、私は彼女と一緒に公園に行きます。はい、I go to the park。で、私は公園に行くずらと言ってます。はい、with。はい、出ました、with。これが、何々と一緒という意味で、前置詞なんだね。前置詞です。前置詞。はい、前置詞の後に代名詞をね、認証代名詞持ってきたければ、はい、これは、目的格にしてあげるということでした。はい、ですので、はい、誰と一緒に行くんだっけ？私は彼女と一緒に。はい、ですから彼女のところを見てね。はい、ああ、前置詞の後か。はい、じゃあ目的格だな。ってことで、はい、with、はぁ、ね、なんていう風に使ってあげたということでした。はい、次です。また、私はそれがとても好き。ね、私はそれがとても好き。はい、やはり主語、動詞、はい、動詞の後の何々を何々に、まあ、がっていう音が出ちゃってるんでね、よく間違えちゃうと、あ、がだったら、あ、主格かねってことで言っちゃうんだけど、まあ、どう見てもこれは主語、最初のところの主語じゃないですわな。はい、ですので、まあ、I like, まあ、私のことじゃない、失礼、それが好きなのね、それが好きっていうことなんで、まあ、それが、それを好きなわけですよね。はい、ですので、目的格、一途なところの目的格ですのでね、まあ、主格とは形はまあ、変わらないんだけれども、見た目はね、格としては違うよということでした。はい、それから次です。彼らはとても大きい。彼らはとても大きい。はい、今度は主語ですよね。はい、ね、動詞、B 動詞の前ですからね。はい、彼らですから複数で入りました。うん、they ね、文と大文字というのも大丈夫でしょうか。はい、そしてあなたは彼らを知っていますか。はい、あなたは彼らを知っていますかね。はい、do you 主語、動詞の後の目的語、何々をにのところで、はい、彼らを、はい、で複数ですね。で、目的格ということになりますので、them と、ね、いうことでね、do you know them ということで入ってきたということでした。はい、という具合でね、なかなかこれね、難しいんですよ。ね。まあ、目的格がね、まあ、主になったんだけど、やっぱり主格ですとか、所有格とか、ね。まあ、所有代名詞はここでは出てこなかったんですけどね。やっぱりね、どの形を使ってあげなくちゃいけないのかな、ということでね。結構、ここは悩むところではあるかと思うんですが、まあ、慣れていってもらえれば、ということです。はい、といったところで本日は認証代名詞、まあ、目的格が中心ではありましたが、その他のところも触れたよということでございました。ではまた次回、次回はテストですね、ランキングテストね、頑張りましょう。